初めまして、こんにちは。早いよね。お前が今来すぎてちょっと上がってきちゃった。こんにちは。こんにちは。このネイルももうちょっとしたら変えます。ライブ用にね、変えたいから。もうちょっとしたらおさらばです。こんにちは。こんにちは。眠たくなってきた。そう、今日はね、昼ご飯美味しかったんです。お弁当、そう、お弁当美味しかったんです。丼ぶりやったんですけど美味しかったです。終わっちゃった。じゃあ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 、マグロたたき丼でした。こんにちは。ちょくちょく食べたくなるよね。熱あったら寝れるかなと思ったけど、ほんまに寝れそうすぎてちょっとやめた。こんにちは。教育幼稚園で待ってます。ありがとう。そうだよね。今日はメイクがすぐ終わったっていうか、早く終わったので配信してみた。夜勤頑張ってきます。頑張りましょうね、お互い。こんにちは。二重葉っぱ不安定。広がってほしいよね。そう、もうちょっとしたら最終確認して終わるかな。終わってかな、時間あったら振り起こしするかなんかするかな。こんにちは。みんな何してたんですか？今日で5月終わりですけど、何してたんですか？今日とか、今日何曜日？月曜日か。仕事とか学校ですか？そうね、みんな仕事ですよね。表面写真撮りに行く。なんで？みんな仕事、仕事か、みんな大変だ。頑張らぬ愛が流れてます。ここはなんか、あの東京のライブで初披露やったじゃないですか、頑張らぬは。でそのね、リハを横で見てた時に、あの結構振り覚えましたね。ああすごい風。見てて思ったね、サビ。
こことか分かりやすい。風吹きましたね。すごい後ろがシャッターが揺れてます。2つも来てるんですか今。あ、この公演少年前最後です。だから次の時は少年があった後劇場で会えるのはね。そう、そうだから頑張ります。周年、そっか、周年までだからあと10日間ぐらい会えなくなっちゃう会えなくなっちゃう。リハ頑張ってくるね。だからね、ミンキさんの卒業公演日程決まってますもんね、もう。ですね。皆さん聞きましたか、もう頑張らぬは。聞いたんかな。でも聞いてくださってる方多いですよね。ありがとうございます。ぜひね、8910期生の曲もあるから、多分自分の声は分かりやすいんじゃないかなって思うから。そう、よかったら聞いてみてね。そうね、金のミュージックビデオの公開もされましたね。だからぜひ、私は見ましたよ、ミュージックビデオ。みんな命綱つけて高いところで踊ってて、すごいなと思って。ドローンかなあれはすごいなと思って見てました。あ、そこ立てる、立てなかった。うん、高いとこ苦手なんでね。どうなんねやろうね、立ったら。君に会いすぎた、もうどうしようもなく、とうとう言わないで。さらば純情楽しみですか。私はどうなんだろう、わかるんかな声でも今のチーム M の青春ジャンプとかが分かりやすかったから分かりやすかったから分かるんじゃないかなと思ってます。え、だって青春ジャンプ自分歌ってるとこめっちゃ分かりやすくなかったですか。そんなことない、音源ね。そうだから分かるんじゃないかなと思ってでね、分からん、知らんけど。だから新曲どうなんだろうね、8910期生の曲わかるんじゃないかな。まあわかんないですけど。いや、あと何分ぐらいかかったりしますか。いっぱいみんな準備が終わりかけてる。あと5分か、ありがとう。5分って長いようで短いよね。こんにちは。
そう、もうね、周年ライブまであと10日ぐらい、10日切ってるんかなってぐらいなんですけど、来てくれますか皆さん、周年ライブ10月8日と10月9日にあるんですけど、来てこれますか。当たらなかったの、取れなかったのチケット、悲しい。うん、こんにちは、周年楽しみだからそれまで頑張っていきます。自分も頑張って生きるな。頑張って生きる。外れたの、あら。でもね、考えてみたの、周年2日あっての週末にもお話し会あるんだね。めっちゃ直近じゃんと思って。こんにちは。うん、初見です、ありがとう。2日とも行くよ、当たらない。うん、あれなんですかね、結構外れちゃってるんですかね、悲しい。じゃあこれ作る時間あるかな、あったらええねんけど、なかったらできんから、そう、状況次第。状況次第。胃カメラ飲むの、それはそっち頑張って、頑張って。うん、何の微笑みやねんって話だね。うん、何もないんやけど。そう、何もないんやけどね。今日で9月終わりなのがほんまに早すぎてびっくり。なんかほんまに9月何したかって言われたら何もしてなさすぎて、何もしてないっていうのはちょっとお部屋やねんけど、あの何、ライブリハと公演とライブリハとみたいなのしかしてない。常ライブリハかも今月は。だからね、そう、ちょっと最近だから休みという休みないんですけど、リハ頑張りましたね今月は。日比谷は行ったよ、最高でした、嬉しい、ありがとう、楽しかったよね日比谷。なんかあっという間すぎて、でも1週間しか経ったのにだいぶ経ったような気持ち、不思議な感覚ですね。で来週には来週にはねライブもあるっていう不思議な気持ち。頑張ります、両方と。こんにちは。こういう、じゃあランキング読もうかな、もうそろそろ15分経っちゃうから。13位、ふうくろうさんありがとうございます。12位、バーキューンさんありがとうございます。11位、ナオキックさんありがとうございます。10位、しんのすけさんありがとうございます。9位ベイさんありがとうございます。8位鉄板さんありがとうございます。7位エルマッパさんありがとうございます。6位くんくんさんありがとうございます。5位鉄宮さんありがとうございます。4位終わりなき旅さんありがとうございます。3位日高浩二さんありがとうございます。2位ゆうさんありがとうございます。1位てるやさんありがとうございます。じゃあね、終わりたいと思います。ありがとうございました。では公演頑張ってきます。じゃあまたね。ありがとうございました。